かゆ。どうも皆さんこんばんは、ズボラ食堂の庄司でございます。秋といえば食、食といえば松茸でございます。実は昨日ですね、近江牛としゃぶしゃぶの食べ放題、近江牛と松茸の食べ放題というものを食べてきました。そこでやっぱりこの秋の味覚の松茸ってめちゃめちゃ美味しいんですよね。ズボラ食堂というのは超絶赤字食堂と呼ばれてるんですが、ふんだんに松茸を買うてきたりました。そんな松茸を使って今日は料理を一品作りたいと思います。それでは早速料理を開始しましょう。はい、それでは本日の食材はこちら、松茸でございます。すごないこれ、もうめちゃめちゃ大量に買うてきてありました。見てください、このサイズめちゃめちゃでかいですよ。わかる、顔と比べてこんな感じ。大量の椎茸、いや椎茸じゃん、松茸を買うてきました。これね、もう皆さんに届けたいのは何よりもこれ匂いなんです。これね、あーもうめちゃめちゃいい匂いです。もう死ぬほどいい匂いです。そんな秋の味覚、今が旬の松茸を使ってですね、僕は今日シンプルにもう食べた。松茸といえば圧倒的に僕の中で松茸ご飯でございます。その松茸ご飯を昔僕ちょっと親子丼を前に動画上げてるんですけど、そこの京都の料亭で聞いた炊き込みご飯の作り方を使った松茸ご飯、これを今日作ったろうかなとおっさん思っております。それじゃあ早速調理開始しましょう。はい、それじゃあまずですね、この松茸、こいつらからちょっと下処理をしていきましょう。まあ 100g ぐらいの松茸を使いたいなと思っております。 150g 使いましょうか。あ、実際にはこれ 100g 前後ぐらいで十分でございます。こいつで 150g ございます。サイズ的にはこんな感じ、わかるかってね。クレイジーソルトと比較したらこんな感じです。こんな感じのサイズでございます。今日は贅沢にいってあります。大赤字食堂にしたろうかなと思います。まず第1、松茸のこのキネツカっていうんですかね、このこの部分を削ります。削り方なんですけど、鉛筆削るような感じでこう先っぽに向かってこの部分だけを削るイメージですね。よし、こんな感じです。そしたら残り1本も同じくこのキネツカっていうのかな、キネツカですよねこれ、椎茸のキネツカですよね、この知らんけど、あのうちの母親とかおばあちゃんとかね、松茸のことをまったけまったけ言いますよね。これね、食べに行ってた時もね、みんなうわー松茸食い放題なんて最高やないかみたいな、あの大阪から来たおばちゃんが言うとりました。やっぱね、大阪のおばちゃんは元気ですよ。そしたら今度こいつをしっかり拭きます。で、松茸って水分がめちゃめちゃダメなんですよ。松茸ってあんま水にさらすのは良くないので、風味も消えるから。なのでキッチンペーパーを濡らしていただいて、丁寧にこうやって汚れを拭いてやる、こんなイメージです。汚れだけ取ってやる。で、もう一つ、この傘の部分、この傘の部分は絶対に濡らさないでください。これなんでかって言ったら、わかるかなこれ。一本一本の繊維がわかる、これ。綿なんですよ。こんな感じで。汚れだけ取ってください。僕はね、無人島とかでね、生活してると、こんな汚れとかね、多少土ついてるとか、全く気にならないですけどね。まあ一応です。僕はもう、多少は薬やと思います。よく言いませんでした、おばあちゃんが。多少のカビは薬です、おばあちゃんがよく言ってたこと。そしたら、まあ、こういうボウルを用意していただいて、松茸さんを半分にカット。うおー、あーめちゃめちゃいいね。たまらん、これ焼いて食いたい。焼きもありかな、一本焼こうか。こんな感じでございます。ちょっと半分ぐらいにパスッと切ります。こんな感じで、松茸はもうこっから先は裂いてください。まあ、こういう感じで裂いたってください。まあ、でかくてもいいし小さくてもいいし、まあお好みで。
松茸はね、ご飯とともに炊くとね、だいぶ縮むんでね、まあこれぐらいのサイズでいいかもしれない。傘の部分は切っていいかな。贅沢な松茸ご飯やなこれ。羨ましい。さすがズボラ食堂は赤字でございます。こんな感じに仕上がっております。じゃあ次、今度この油揚げ使います。で、油揚げはここの処理ですね。油揚げは中のね、豆腐部分っていうのは今回はあまり使わないので、こういう感じで油揚げを開きます。上に上に上にあれを感じて、よし、こんな感じかな。油揚げ使う理由は何やねんっていう話なんですけど、この油分が欲しいからです。で、逆に白い部分ですね、この部分、このもろもろの部分っていうんですかね、これはちょっと取ってやります。ちなみになんですけど、炊き込みご飯は全てこの処理した方が美味しいらしいです。これちなみに 10g ぐらいですね、油揚げは。これ全部取る必要はありません。あのね、松茸の風味、炊き込みご飯の風味を吸収しちゃうんですよね、これが。その分ご飯に味を持っていってほしいがためにこういう処理をしております。で、この取ったやつに関してはまた違う料理にでも使ってあげてください。味噌汁とかにね、入れると美味しいですよ。ある程度取れたらそれでよろしい。そしたらこれを元に戻しまして、で、さらに折りたたんで、これを細切りです。めちゃめちゃ細く切りましょう。まあお好みですけどね。こんなサイズ感。はい、 OK。 こんな感じでございます。あ、ちなみにね、今日ご飯3合分炊きます。3合分の材料だと思っておいてください。ちなみにね、お米はもうこのように洗ったものを約30分ぐらいね、水に浸してる状態です。綺麗な白になってます。はい、次はだし。まずこういう鍋を用意いたしましたら、鍋に水 600ml でございます。欲しいのは 540g 欲しい状態です。まず沸騰させますね。で、 540g 欲しいんですけど、これなぜに540なのかというと、こちらのこのお米3合ございます。で、3合って 540cc なんですよね。お米とだしは1対1です。お米とだしは1対1、必ず覚えてください。これだけで失敗することはないってぐらい重要な部分でございます。必要なもの、だしの素、まあ、いわゆる本だしって呼ばれるやつですね。小さじ2分の1、まあ、こんな感じ。次、塩、これは小さじ2分の1ぐらい、サクッと。次、料理酒、お酒ですね。大さじ1とプラス2分の1強ぐらいです。ここにこいつ、薄口の醤油でございます。大さじ1で、ここに今度は普通の醤油です。味1 10g、 大さじ2分の1強ぐらいです。で、これをしっかり混ぜます。これでお出汁は完成でございます。味見はしません。なぜなら酒が入っているからです。おっさんね、アルコールそのまんまいくとね、ノックアウトしますんで。それじゃあお釜で、このお釜に先ほどのこいつですね、お米を入れます。30分水にさらした米でございます。このお出汁、必要なのは 540ml です。 540ml です。必ず多くも少なくもなく1対1でお願いします。ご飯とここのお水の量は1対1でお願いします。先ほどのお揚げさん、これボーンです。お揚げさんを散りばめてもろて、メイン食材松茸様、こいつをドボーンと、もうふんだんにいきましょう。ふんだんです。全部椎茸をこうやって入れます。そしたらこいつをもうあとは炊飯器ピッで終わりでございます。普通に炊きましょう。あー、ええ匂い。炊き込み、白米の炊き込み、ちょっと時間ずれてますけど、これ81分で12時やで出来上がった。
ちょっと81分はさすがにしびれてしまいますので、もう一品この待ち時間の間に違うものを作ったろうかと思ってます。それじゃあ81分後、ちょっと炊き込みご飯が炊き上がるまであと75分。おっさんめちゃめちゃ暇でございます。その間一つ、ワンポイントアドバイスでもないな、ウルトラ赤字食堂のズボラ食堂なんですけど、これ以外にもこんだけ凍っております。アホみたいに凍ってます。人にねちょっと配るためにも買ってはいるんですけど、スタッフとかね山本とかも含めたちょっとこんなには食い切れないので一旦処理します。松茸はどうやって置いとくか、基本的にはもう常温だったらもう1日で終了と思ってください。風味も間違いなく消えます。これをどういう風に処理するか、とりあえず常温で置きたい場合は先ほどの汚れを取った下処理とかをやった上でキッチンペーパーでぐるぐる巻きにしてください。でこれどういうことかというと、松茸は先ほども言った通り水分に非常に弱いです。なのでキッチンペーパーさんでぐるぐる巻きというのが非常に効果的でございます。そしたらこのごっついのぐらいいこうか、まあ、これも先ほどの通りですね、この杵柄知らんけどこれ切ってあります。あんま切るとねもったいないね。こんな感じで、あのね水分入るとブヨブヨになっていくんでね、すごい分かりやすい。入る前に処理をしましょう。めんどくさがらず。いかんせん松茸なんかアホみたいに高いんでね、日本で最近取れないらしいんですよね。これで杵柄部分は切れましたと。したらキッチンなペーパーさんを濡らして拭きます。丁寧にね、優しく拭いてやる。松茸はちなみに生で絶対に食べないように、食べれません。まあ、いわゆるこういう感じでどん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 拭いてあげましょう。そしてこれらを一個一個ですね、こうやって松茸をくるんであげてください。こんな感じです。あ、ちなみにねこの状態で冷凍しておいてたら数ヶ月は持ちます。この状態でジップロック入れて冷凍してあげてください。アホみたいにでかいんだけどちょっと拭いとこう。こいつはでけえで、こいつは焼きます。水分が入らない状態でこの状態で冷蔵庫に保存してください。4日ぐらいは持ちます、この状態だとね。ただし冷蔵庫を松茸臭する焼きの用意をします。もうこれは拭いてあるやつなので切ります。真っ二つ、これで焼きます。焼きにしたかったらまずアルミホイル、アルミホイルがねちょっとシワつけた方がいいんで、こうやってパンパンしてください。ペシペシやるとねシワができるんです。こんな感じで一応念のため油引いときます。味付けは塩、塩です。もう下味はもう塩オンリーでいきます。松茸焼くときなんですけど水分をね必要とするんですよ、松茸さんは。なのでこういうキッチンペーパーをまず、まあ、逆のことなんですけど、水あかん言うてんのにこのキッチンペーパーを上からこうやって濡らしたキッチンペーパーをかぶした状態でオーブントースターで焼きます。そろそろ3分なんですけど、この中の感じから見て全然足りません。6分いってあります。できました。どんなものか、こんな感じでございます。ちょっと取り出してみましょう。よし、どんなんだ。わっ、しっかり焼けてる、めちゃめちゃ焼けてる。これもう一度これを敷いて、何をしたかひっくり返しました。これでもう一度6分いきます。熱っ、はい、オープン。うわー、死ぬほどいい匂い。そして最後にもう一度、これね僕ちょっと思ったんですけど、塩打ったんですけど塩意味ないんで、これね軽くこういう感じで霧吹きで拭いてやった上に塩を振りましょう。さっきのミスです。軽くね、これ蒸し焼き状態にしたいんでね、もう一回置いて表6分、裏6分、もう一回6分。これぞ感動的なシーンでしょ。いきます、オープン。どうだ、うん、ほー、うわー、めちゃめちゃええ匂いしとるやないか。あー、たまらん、たまらん。
よし、できました。一旦これで、これは完成です。待ちます。オープン。いやもう完璧でしょ。うわー、いい匂いだ。そして皆さんもう知っての通りです。じゃーん、バーナーでございます。まずね、食材は炙っておいて損はない。これはもう鉄板なんで炙ります。軽くね、はい、うわー、めちゃめちゃいい匂い。これは伝わらん。アルミホイル溶けたけど、あのめちゃめちゃいい匂い、もうほんまにいい匂い。お皿をご用意しております。この松茸をポン、贅沢でしょう。ポン、ここにじゃん、カボス、いや違う、柚子、カボス、どっちやこれ、カボスか柚子、どっちかです。こんな感じ。もうすぐ絞りやすいように筋全部切りました。添える。まず1品目、松茸の焼き完成でございます。そして2品目、お茶碗ご用意してよそぐだけです。おっ、すごっ。あ、これは買った。どうよこれ、こんなもん絶対にうまいでしょ。でここにや、この洗ったこれね、これを振りかけました。こいつで2品完成でございます。松茸尽くし。よし、食べる。よっしゃー、時刻は12時でございます。松茸尽くし、ご飯と焼きでございます。それでは早速いただきます。まず焼きいこうか。もうこのまんまいこう。いただきます。はいはい、優勝。もうめちゃめちゃうまい、もうめちゃめちゃうまい。そらもう椎茸とかとのこの別のキノコ類との差別がバーンって感じ、言わずもがなですね。めちゃめちゃうまいです、ほんまに。柚子垂らしてもう一口いただきます。いただきます。もうね、これ実はちょっと冷めてるはずなんですけど、それでももうあの椎茸のジューシーさがブワーなる。あのめちゃめちゃうまい。ほんで今柚子振りかけたけど、松茸と柚子はもう合うのは知ってるんです、知ってるんですけど、このままこのままいってる方が美味しいかも。炙ってるんですけど、炙りが炭火みたいな風味がついて、この松茸のいい香りとともにジューシーさがブワーンって感じ、マジでうまい。柚子かけてもめちゃめちゃうまい。柚子っていう調味料を加えることでもう一つ完成された感じ。これ永遠いけるやつです。それでは次、ご飯こちらをいただきたいと思います。いただきます。まずはこのおこげね、こういうおこげ、おこげ部分に松茸のせて、うん、いただきます。うん、有形不思議感も、あ、もう一口かして、これはもう一口いきたい。はいはい、めちゃめちゃうまい。もうこっちも優勝って言うでいい。あのめちゃめちゃうまい。この味さすが料亭で聞いたんですよ、この配合。基本的に炊き込みご飯って前言うた通り醤油、酒、みりん1対1対1なんですけど、この炊き込みご飯やっぱり主役は松茸であって、その風味は消したらダメなんですよ。なので炊き込みご飯で味がついてるにもかかわらず、すごいご飯が優しい。かといって味が薄いんじゃなくて優しい味、それこそほんま料亭で出てくるご飯の味で、そこにこのタケノコが風味がブワーなってるから、もうめちゃめちゃもうハーモニーになってすごい美味しいことになってる。これもう止まらんわ。柚子を皮を振りかけてるんですよ、削って。あの柚子の風味がしっかり乗っかってる、ほんわり。
あのね、タケノコに、タケノコちゃん、シイタケに柚子は合います。めちゃめちゃ美味しい。ちょっとこれは人中として試しにお湯でいきます。よし、これでちょっとかけた部分を、あーうまい、柚子合う。あのね、これは反則だ。めちゃめちゃ美味しい。もう死ぬほど美味しい。こんなん止まらへん。完食。ちょっともう一杯いっていいですか。炊き込みご飯2杯目、まずはこのまんまいきます。これ松茸あんま入ってないですけど、今なんやけど、あのやっぱりね、松茸の風味がすごい入ってんの。はい、でここで試し、炊き込みご飯にマヨネーズが合うと聞きました。風味消えるけど、ほんまに合うのかどうか。こんな感じ。これをちょっと混ぜさせてもろて、いただきます。はいはいはい、笑けるぐらいうまい。え、ちょっと待って、炊き込みご飯にマヨネーズ死ぬほど合うんですけど。めちゃめちゃ美味しい。何これ、マジで何これ。いや、ちょっと待った、これマヨネーズめっちゃ合うぞこれ。あとこれタバスコ、これも合うって聞いたので、ちょっとだけね、これは1滴ぐらい、サクサク3滴いきました。ちょっとこれだけ辛っ。あ、辛っ。あ、でも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 合う、おいしい。ちょっと待って、タバスコもいけるぞこれ。タバスコへ合う。このマヨがええ仕事した挙句にタバスコいったら、ちょっとタケノコじゃなくて松茸の風味死ぬけど、これで最後締めさせてもらいます。いただきます。あ、ちょっと待って、これめちゃめちゃ美味しいんですけど、冗談抜きに。マヨネーズとタバスコを入れることでタバスコの辛みは中和されてるけど、マヨネーズはめちゃめちゃ、炊き込みご飯の味に飽きたらマヨネーズ入れてください。めちゃめちゃ美味しい。ということで今日は松茸ご飯でございました。完食いたしましてますので、このままエンディングトーク、洗い物していきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、これね、ガーンなるんすよこれ、ちゃんとヒートガンド。はい、それでは本日は大胆にも贅沢に秋の味覚松茸を使った料理を2品、松茸ご飯と松茸の焼き、この2品を作ってみました。さすが秋の味覚、キノコ類は多々あるとはいえ、松茸はやっぱり別格っすね。何が別格かっていうと、第1に風味すごいです。松茸の匂いってすごいいい匂いじゃないですか。あれがもう口の中に入ってきた瞬間、口の中からこの鼻から抜けるここポーンみたいな感じなんですよ。言い表せないぐらい風味が良かったです。今回買った松茸が美味しい松茸だったのかもしれない。僕そんな目利きはできないんですけど、とにかく風味がすごかった。で、肝心の味の方なんですけど、まず焼きに関してはアルミホイルに入れて、ちょっと魚焼き器も潰れてるので、うちの家なんか潰れたんですよ。なので炭火焼きはさすがに家の中でできないので、オーブントースターを使ってやりましたが、アルミホイルを敷いた上に松茸を置いて、濡らしたキッチンペーパーで蓋した。これをすることで蒸し焼き状態、これがまたちゃんと中まで熱入ってジューシーに、かつ香りを逃がさず旨味ギューンみたいなになって、もう絶品でございました。ほんまに美味しいです。最後にバーナーで炙ったこと、僕はもうずっと言うてますけども、食材は炙っといて損はないんです。皆さん覚えておいてください。絶対に炙り系、これ炙ったろか思ったら、炙っといて損はないです。マジでこのバーナー使うだけで炭火焼き感というか、あの焦げ感というか、ものすごい風味がまたガランと変わるんですよ。それが調合されて旨味が凝縮して、かつ焼きの炭火の美味しさがもう口の中でパーンとハーモニーになるような感じで、めちゃめちゃ美味しいです。そしてそこに柚子を加えることであっさりするんですよ。ジューシーな松茸があっさりするんですよ。これがまた絶品です。皆さん焼きをやるときは柚子も必ず用意してください。そして松茸ご飯の方、
まあこれはね、京都の有名どころなんですけど、とある料亭で炊き込みご飯のやり方を教えてもらいました。前の親子丼、あれもそこで教えてもらったんですけども、今回は炊き込みご飯、松茸に対してはやっぱり松茸の香りを潰さずに作ろうと思うと、素材の味を活かせるようにご飯は名や脇役になってもらわなあかんんですよ。名脇役の味付けの仕方っていうのが今日ので完璧です。薄くなく、かつ濃くもない、しっかり素材を引き立ててる、そんなご飯です。これは口で言い表しようがない。ぜひ作ってみてください。別に松茸じゃなかったにしても、素材の味を、風味をどうしても生かしたいっていうような炊き込みご飯の場合は、ぜひこのご飯やってみてください。僕はぶっちゃけガパオライスのご飯にもこれは合うと思います。それぐらいしっかり脇役になってくれて、味も薄くはなく、でもしっかり味は出汁香る白ご飯って感じなんですよ。そこに松茸大量にドバーン入れたもんやから、この松茸の風味がご飯全体に閉じ込められてるんですよね。それがまた絶品で、口の中入れた瞬間、やっぱり鼻に抜ける松茸臭がプワーンするんですよ。もうね、言うことないっすねこれ。優勝って言いましたけど、そりゃ優勝ですよ。だって松茸ですもん。めちゃめちゃ美味しいです。皆さん、松茸1年間で秋にしか手に入りません。松茸は高いですけども、頃合いを見てちょっと贅沢に作ってみてもいいかもしれません。これは美味しいでございます。ちなみに僕、この松茸は滋賀県にある魚松さんという、暴れ食いっていうね、近江牛と松茸贅沢にも食べ放題みたいな、暴れ食いで有名な魚松さんでこの松茸を仕入れました。あの風味がすごいです。魚松さんの松茸は匂いがすごいです。もちろん美味しいです。その上でズボラ食堂で使うのは赤字になるなと思いながらも、めちゃめちゃ凍ってありました。ここでいっぱい凍ってもうたから、お兄ちゃんおまけねって言うてポンポンポン置いた松茸がめちゃめちゃでかいんですよ。このおまけだけでスーパーで買ったら3、4000円は余裕でします。もっといくか、5、6000円ぐらいするかもしれません。そんなもう大盤振る舞いな魚松さんでちょっと買ってみましたので、魚松さん近い方は、あれ松茸だけでも買えるんかな、知らんけど、そこで買うと結構安いかもしれません。秋の味覚、秋の王者でございました。乾杯です。めちゃめちゃ美味しかったです。ということで、松茸の、いや違う、今からもう一本取るんですよ。はい、ということで、本日は長々とご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの動画が面白いなと思って生きて、イエイイエイ、ぜひこの動画が面白いなと思っていただいたら、グッドボタンと高評価の方よろしくお願いいたします。あと皆さん、チャンネル登録まだの人はチャンネル登録もぜひポチッとよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よし、バナナ凍らしてるし、もう一本作らなあかんし、今1時前やし、さっさとやろうか。シャムネ通りシュールやぞー、こっから。小石さん